たな。海。海か。水着がいっぱいだな、みこしば。いい景色だ。おお、やっぱりお前もテンション上がるのか、このむつり目。まあ、見てるとこう、想像しちゃうよな。絶好の背景資料。写真を撮りまくる俺。あ、監視員と目が合った。違うんです。盗撮じゃなくて、そうじゃなくて、俺はビーチの写真が欲しいだけで。危うく犯罪者になるところだった。危ない危ない。何妄想してんだこの物理め。月刊少女野崎くん。そういえばマミコたちも水着での登場シーンってあるよな。新しい水着買っちゃった。鈴木くん、なんて言ってくれるかな。ここで悩みどころなのが、それを見た鈴木の反応だ。まずはオーソドックスに褒める。すごく似合ってるよマミコ。次に照れる。眩しくて直視できないよ。他にも変化球で嫉妬するというのもあるが、君の姿を誰にも見せたくない、どれがいいと思う？どれも羨ましい。月刊少女野崎くん。あ、堀先輩。なんだよお前、またいろんなの引き連れて。男？珍しいの。なんか後ろにひっついて離れなくて、なんなんですかね。ねえ鹿島くん、これちょっと露出多いかなって思ったんだけど、どうかな。そこが特等席なのか。月刊少女野崎くん。まあ野崎くんが褒めてくれるなんて思ってなかったけどさ、がっかりなんてしてないもん。さくら、俺たちも海に入ってみないか。あ、うん、行こう行こう。さくら、うまく言えないんだが、お前のそれすごく似合ってるぞ。浮き輪。月刊少女野崎くん。やっと逃げられた。あれ、そのまま入っていいのか。ああ、これ水着なんですよ。下にもビキニ着てまして。ビキニ、想像つかねえ。脱ぎましょうか。え、なんで。あ、いや、そんな物欲しそうな目で見るから。もで、何か。ビキニ着たいんでしょ。沈めるぞてめえ。続くよマミコ。続くのね。